はい、お疲れ様です。どうも、お疲れ様。JPSA 第1戦、はい、2022年、はい、どうでしたか、マシモさん。まあまあ、ハトさん負けたんでね、非常に残念な。まあ、トップシードで負けたんでね。チーンってお手みたいになってるじゃないですか。まあまあ、1コケじゃないですけどね。1コケでしょ。いや、1コケ、まあ実質1コケやけど、あくまで上がっていって負け、まあ、3コケぐらいですからね、レベル的にはね。まあまあ、1コケかな、みたいな。あ、まあまあ、そうですね。はい、はい、まあまあ、はい。まあまあ、今回ちょっと、まあ、分かってたんですけど、そう大きく変わりましたね。変わりました、はい。まあ、そのために、まあ、作ってたんですけど、そうそう、ちょっと乗り込んでなかったかな。そうですね。何かっていうとシングルフィンね。シングルフィンというかな、今回は僕が思うにはですよ、うん、昨日やったら、うん、ハイパフォーマンスの板でも点数が出たと思うんですけど、そう今日はちょっと小さいし、うん、ちょっとこのしだしたのなんかっぽくないようなこの優しいうねりやったんですよ。そうね。それで僕はワドを選んで、まあ、シングルフィンでこう戦いに行ったんですけども、うん、まあやっぱり乗り込んでないのと、そうね、まあちょっとね、この相手が上手すぎたって思うんで。いや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 、まあ相手皆さんね、まあみんな上手いんで、まあそこはもうギアが大事で、まあギアを分からされた感じの、そう、大会なんじゃないですか。そう、絶対そのシングルフィンってただ一本乗って難しいから、シングルフィンは絶対 EPS に比べて多分シングルフィンがうまく乗れる人たちの方がこうサーフィン この安定的なものがうまいと思うんですよ。特にそこでショートボード乗れる人でシングルフィン乗れる人らはすごい上手いと思 う、うん、だからそのなんて言ったらいいんですかね、今回そのシングルフィンのかなりこの大会のこの点数はね、ハイパフォーマンスでも出てたんですけど、うんうん、波のサイズ的にもクリティカルを求めて風とかにも押されて、まあ、限界があると思ったんですよね、うんうん、だいたい6点ぐらい、うん、もう5点、6点、セット乗ってね、そういい波乗って、セット乗って、それそう悪い波やったらまあ2、3点しか出ないそう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 感じは分かったんですけども、うん、どうでしたか、そのその通りその通りでした。そう、はい、でまあ、ねこれは僕は5年前に経験してるので、うん、あのオーストラリアじゃなしに、世界戦で中国の世界戦でもシングルフィンに変わっていくっていう、まあ、世界はまあ5年前にそういう風になって、でその次の年にヌーサで大会があった時に、まあ、ほとんどの人たちがまだ2プラス1とシングルフィンの半々ぐらいでシングルがガーッと買ったんですね、うん、もうその次の年にはもう 80%、90% がシングルフィンになったんですよ、うん、ヌーサで、うん、僕2年連続行かしてもらったんですけど、でその時に僕もシングルフィン乗ってて、でもこれ2本変えるとまだこう パフォーマンスとシングルフィンがありまして、ね、まあ、自分的にはね、日本の波って結構 EPS の方が簡単だと思うんですよ。薄くしたら難しくなるかもしれないですけど、うん、ある程度厚さと幅を出せば簡単やと思うんですよね、うん、シングルフィンじゃなしに EPS の方が、 EPS の方がね、そう、まあ、下さんがそうシングルフィンに乗らん理由はそこだもんね。そうなんですよ、シングルフィンは難しい、難しい、舐めてた、舐めてた、そう、はい、人引いちゃう、人引いて、引いてもやっぱ引き逃げはいかんよ、引き逃げはあかんけど、まあまあ、引いた時は謝っとこう、はい、引き逃げはちゃんと謝りましょう、うん、そう、はい、はい、まあそういう感じで、うん、まあそのシングルフィンもかなりフィットしたものに合わせていけないなと思って、うんうん、まあ、ギアが大事。でも僕ギアがあるんですよ。ワドは俺全然いけると思うんですよね、うんうん、ただ自分が乗り込んでなかったって自分の問題ですね。そう、自分がこうワドに支配されてたんですよ。そう、自分がワドを支配してたら今回はちょっと、もうちょっといいと思った。点数は4点以上いいと思うんですよ。そうそう、4点の壁を超えれなかったのはなかなか久しぶりで、4点の壁はほんま高かった。はい、うん、でもまあノーズは確かに短かった、うん、ちょっとコンビネーション的なことを意識しすぎて、いつものね、はい、うん、分かる、まあ、カービングも入れたかったし、 そうやね、そっから当て込んでみたいな感じで、けど一切点が出ない。まあそのノーズが短い分そういうことですよね、うん、そうそうそう、だからハイパフォーマンスやったらもうノーズをひたすら走ってバッチーンで出せた単調な感じでいけたかもしれないですけども、これを機にね、あのかなりあの自分はこうさらになんか、あ、ワドーすげえなみたいな、そうやね、ワドー戦えるなみたいな、そこう結構ね、シングルフィン急遽出した子とかがおって、あ、やっぱ見てたら
合ってないですよね、体に。そうそう、乗られてんでね。乗られてますね。で、自分がシングルフィンでがっつり乗ってる人らの人の動きとか板を見てたら乗ってますよね。フィットしてるもんね、はい、ピューッと。技術はもうブレない、ピカイチ。そう、まあその男子で言うと浜瀬海君。そうやね、多分もう僕今日の朝で言ってましたもんね、うんうん、優勝やわって行くなあ言うてね、はい、うん、2年前にあの一緒にオーストラリアでセッションした時にあのもううまかったんですよ、うん、グランドチャンピオン2回も取った後で、うん、めちゃくちゃうまかったけど、その今の方がもうレベチ、団地、団地、うん、コメンテーターが一桁上の一個別枠のレベル行ってますねって言ってたと思うけど、うん、僕3つぐらい枠上行ってると思うんですよ。それなんかね、ノーズひたすらしてリップでパーンって終わらない。なんかね、こうノーズのテクニックであったり見せ方っすよね、うん、見せ方であったりカービングであったりスプレー出したりであったり、まあその若いし、うん、すごいな、ね、そう、はい、あと女性でいくと田岡夏美さんはね、もうめちゃめちゃうまかって、すごいな、はい、もう最後の最後のインサイドまでトーンってくるって感じで、うん、まあどうですか僕のその、そう、合ってましたか。合ってます合ってます。合ってました。もう現場で見た感じ、現場で見た感じ、はい、あの畑さんやから何でも乗れますやんっていうのはあのよく耳にするんですけど、それはまあ、あの乗れるんですよ。そう乗れるけど、ハイレベルの人たちとなると肩を並べた時ですよね。違いが出ますね、はい、ギアは大事、ギアはめちゃめちゃ大事、はい、チョイスのね。今回はほんまに自分ギアあったんで乗り込んでないやつね。乗り込んでないだけで、もうちょっとやっぱ変えたいなっていうのは出てきたんですよね、うんうん、そうそうそう、こことこことここ変えようかなみたいな、うん、ベースは和道でめっちゃ和道なんですけど、もっと薄くしたりとか、うん、同じサイズっすね、同じスペックでちょっと長さをこう出したりとか、うんうん、こうすやね、ちょっとねテール幅を変えてもいいかなと思ったり、うん、ノーズのロッカー落としたりとか、もうメインはワードやけどっていうのは見えたっすね、うん、じゃあちょっとみんなざわついてしまってワード回ができんちゃうんかなみたいな、そう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 多分できるで、多分ワード回はさらに難しくなると思 う, そうこの一般の人にとって、うん、そう刺しに行くんだよ、うん、ノーズを、そうノーズを刺しに行くことを考えてちょっと難しくなるかなみたいな、和道よりも、うん、なんかその次のステップに、うん、ステップが先が見えた感じですね。そうそのインザダーク界はもうそのイージーさを求めてこうそう突っ走っていってますけど、うん、特に知識とかは、うん、ね、はい、なんかそのシングルフィンのね探求心というかもうこうもっとここをこうしていこうかなっていうのは見えてきましたね。僕も今日はそういう気持ちになりましたね。シングルなんか乗るか思ってましたけど、マッシモさんはでも僕は2プラス1で乗っといてほしいかな。3問3問ね、はい、はい、シングルって結構難しいし、なんか今大会に出るからシングルに乗るけど、せや、ね、まあ、正直、ね、まあ、行動走るんやったら僕は86かなみたいな、せやね、せやね、はい、ドリフトとか増したいなみたいな、せやね、せやね、そりゃそうや、まあね、そりゃ毎日海入れたらたまにはね、そのワードをね、うん、週5回あって、うん、EPS たまにとかできるけど、うん、週1回2回とかのレベルの話やったらやっぱり乗りたい板乗りたいかな、ね、乗れる板に乗りたいかな、そうそうそう、ね、支配できるやつにできない、うん、ちょっとね、次はチクラ戦でハイパフォーマンスが多分メインになると思うんで、はい、まあ、そこはまあワードも乗りつつ、うん、ハイパフォーマンスもう乗って、うん、もうすでに僕の新しくその湘南戦に向けてのワードを今、うん、もうすでにオーダーシート書いていたんで、はい、すやね、やっぱり負けたことによって、まあ、今回久しぶりに一こけしたんですけども、うん、すごい良かったと思う。優勝して浜瀬海君とかもう今イケイケの西口圭介君とで、もうシングルフィンマスターのあのこれツインズ太田君、そうそう、で畑さんと、ヒートでしたよ畑さん一人だけ35ですけどね、そう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 、15、6歳20代前半、20代前半、35、おっさん。よう頑張ったと思います。陸走っててんね、浜。陸走ってたけど、結構もう途中歩こうかなと思った。見てたでしょ、分かると思うけど。そう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 。なんか俺、インサイドまで行って、3.9 ですからね。そうやね。俺あんなインサイドまで行ってもらったのみたいな。いやいや。まあまあ、うん、あれは逆にインサイドまで行けるよっていう技だよね。そうそうそう。そうそう
パンピングなしでね。そう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 、はい、そうやね、ほんまや、パンピングなしでいいじゃん、言ってますよ、全然わざわざ。だからそこをもうちょっと、うん、なんかちょっと すごい些細なことを改良していったら、うん、ワードはまだまだ伸びるし、そうそう、なんか面白くなりそうですね。そう、面白くなりそう、はい、まあ、シングルフィンをこう伸ばす機会を与えられたからみたいな、うんうんうん、まあ、もっと自分にフィットするシングルフィンを作って、まあ、ハイパフォーマンスはハイパフォーマンスでもっとサイズのあるのでいかつい波の時にね、うん、そう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 、フィットしてるもんね、ハイパフォーマンス、ハイパフォーマンスはもう研究し尽くしちゃうんで、うん、うもう今とりあえず F と N が僕の中でも今最強かな、完成形やね、完成形かなと思ってるから、うん、次はワードでシングルフィンで、次はシングルフィンですね。ただね、うん、自分らの地元にあったポイントとかであった、そうやね、僕らやっぱ、僕はやっぱ育見やからね、まあ、もう分かると思うんだけど、ずっとーんって感じなんで、ぐちゃぐちゃぐちゃーしね、これは勝負みたいな感じなんで、ね、シングルフィンもあそこで練習しつつ、やっぱハイパフォーマンスもしたいですよね、うん、まあね、難しいですけど、難しかった、難しい、はい、僕が難しいって言うから、多分普通の人らがシングルフィン乗るって言ったら、やっぱ難しいと思うんですよ、難しい、30代、そう、35歳以上の人らに、うん、これを捧ぎたい、ね、はい、思う。シングルフィンは簡単じゃないんですよ、難しい、みんなプロサーファーの子たちもね、あの絶対こけんようなところでこけてましたからね、そうなんでこけんのかな俺には分からへん、なんだけでっかいフィンついててね、はい、うん、テイクオフ、ね、攻めるからでしょ、うん、ね、攻めて板がついてこない、うん、フィンがついてこないってことで体がこけちゃったりとか、うん、バランス崩したりとか軸が悪かったりとかで、あ、まあとりあえずまあいいもん見せてもらいましたよ、うん、今日は、はい、勉強になった大会でしたね、まあ、とりあえず世界戦ね、うん、ちっちゃい大会とか開けたらシングルフィン作って、世界はもうシングルフィンなんだよ完全に、うん、まあでもね、シングルフィンにとらわれずに、そういろんな板乗るのが、そう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 、一番だって、ね、その楽しんだもん勝ちですね、うん、そうそうしか言ってないと、いやいや、その言おうと思ってるんやけどねあんまり喋ったらあかんなと思ってね、はい、2プラス1乗ってた人しかできひんリップもあるしね、あ、それはありますね、ね、なんか見えたっすね、そうそう、いや、浜瀬海さんなんかもう確実なリップしましたもんね、そう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 、うまい、うまい、それはあるっすね、そう2プラス1に乗ってたからこ それなっちゃん のカービング、そう、あのカービングには正直驚きましたね、うん、すごいびっくりした、うん、下手したらその辺のもう男性よりもスプレーズッパー出してるっすけど、うん、その辺の男性よりはるかに体小さいっすよ、せやね、背低いのにあんなにもう背低くて細くてもうスコーンってやってるのに、もう技術が踏む位置が違うんだな、素晴らしくて、もうこう多分6回7回ぐらい連勝なんじゃないですか、優勝、あ、これから、はい、1回100万優勝したことで700万、うわいいな熱いね、頑張ってもらいましょう、はい、誰に、畑さんに、畑さんに、頑張ります、4時に頑張ってもらって、そうっすね、そう、はい、まあ、とりあえず、そう、諦めずに、諦めたらもう終わりなんで、そう、はい、探求してね、そう、次のあれを生み出そうかな、そう、傷口の舐め合いはせずにね、そうですよ、うん、しても意味ないんで、そう、はい、しかしけどパワーのない波やったんですよ皆さんね、みんな僕あのサーファーの人と喋ってたけど、パワーないパワーないって言ってました、不思議でしたね、うん、パワーあったら完全にピースいってたけど、画像で見てたらほんまパワーありそうに見えてんやけどな、いや、でもコメントでないない言ってるから、うん、パワーもうやっぱりプロの人がコメ実況してるから分かるじゃないですか、パワーないってで、なんか変な流れが入っていたが走らへんから、まあ、でも僕からしたらあれはいい波ですよ、せやな僕からしたら、うん、僕もっと臭いもんね、波が臭いっていうか、もうなんかあの鬼殺しみたいなところでやってるんで、うん、父親と一緒にせやね、はい、うん、鬼殺しみたいなところでやってるんで、僕からしたらもうあんなもう可愛いっす、せやな、はい、僕も育見で練習しますわ、はい、頑張ってやりましょう、はい、そんな感じでまた、うん、応援してください皆さんね、はい、ありがとうございました、はい、みんな僕も応援してたんですよ、はい、そんな感じで、はい、ちくら戦、はい、次はちくら戦ですね、ちくら戦、はい、はい、ちょっと僕のニューボードお披露目できなかったですけど今回ねそうそう、はい、ちくら戦は間に合いですね、ちくら戦はもう間に合ってるっす、あ、あれで行くからね、 F と F で行くからね、はい、その次ワードはもう間に合わないから、うん、もう絶対間に合わへんから、もう次の湘南とかにかけて、あ、トレーニング積んでいこうかなと思って、はい、まあ、僕の大好きな宮崎戦もあるんで、そう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 、1ヶ月ぐらい住もうかなと思ってるんで、うわー、行こう
俺も行こう、はいはい、みんな僕が寂しくならないようにこうちょっとずつ来てくれたら、そう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 、はい、1週間来たら連絡取らないようになるかもしれんけどね、ね、あまり待遇もねちょっとあの難しい、勝手気でそう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 難しい、そんな感じで、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとうございました。 D5 今日はもう朝4時から、うん、そう頑張った、珍しく最後前線見て、うん、基本試合見ないんですけど、せやん、はい、うん、試合見ないんですけど今日はちょっと見させてもらった、そう見た、真剣に見たね、うん、はい、うん、もう今後こうみんなにこうフィードバックできたらいいかなと思って、はい、本当分かった、僕もギアが大事、ギアが大事、本当大事、はい、そんな思ったことを、ほん、うまい人は何乗ってもうまいと思ったけどな、やっぱちゃうんだよね、ちゃうっすね、合ってないとダメよね、はい、持ってないフィットする板ね、あと乗り込まないとね、そうマグレじゃやっぱり本気で毎日乗り込んでるやつに勝てないですよ、ほんとやね、うまいこと言うわ、はい、そういうことで、うん、まあもう12時間経ったんで起きてから、あれは時間がちゃうんか、いやもう4時、あ、合ってるっすね、経ってる、うん、はい、12時間経ってもう疲れました、はい、ほんとに僕も応援してないやろって言うてるかもしれへんけど結構疲れたよ、はい、はい、もうね、ちゃんともうご飯から全部やってくれたんで、そうそうそう、ありがとうございます、ここで立っとけ言われてた、ずっと立ってたんですよね、はい、あれはまた今後こうやるやる大会のあれで伝えていきたいです、こういうふうにやった方がいいよって、そう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 、はい、僕は絶対大会の時こういうふうにやってるんで、うんうん、それかつあれがあるんですよね、そう多分結構みんなやってると思うんです、あ、そう、はい、僕がみんな絶対なんか誰かいてるじゃないですか、そうやね、それを見たりとか何かやってるっすね、誰かいなかった時はもうなんかやっぱ物とか建物を目安にそれでやっていきましょうか、はい、お願いします、ちくら戦、ちくら戦、はい、まあ、ちくら戦から頑張りましょう、頑張りましょう、もう今日も頑張ったけど今日も頑張りました、はい、はい、お疲れ様でした、はい、はい、一斉のために、ありがとうございます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 、では皆さんさよなら、さよなら